ネコクラジュン。こんにちは、ネコクラジュンです。今回は急遽動画を撮っているので編集なしでのアップになると思います。なんとタミヤさんの公式サイトにてスピンバイパーとディオーマースネロのリアルミニ四駆の再販が決定したみたいですね。少し前まで販売日が未定になっていたんですけど、スピンバイパーが1月23日発売、ディオマスネロも1月23日発売ということで、これは激アツですね。やばいな、これは。多分これは店頭だと売り切れになってしまう可能性が高いので、どうしても欲しい方は事前に予約をするのがいいかと思います。自分もディオマースネロ予約しておこうかなと今思ってますね。正直スピンバイパーもキットのまま家に保管するようとしてもう一個欲しいから、スピンバイパーも予約しておこうかな。こんな感じで塗装することによってかなりリアルなミニ四駆を作ることができるんですよね、このキット。スピンバイパーを作る動画もアップしているので、よかったら見てみてください。という感じで今回は速報でスピンバイパーとディオマースネロが発売されるよというお知らせでした。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。